はい、どうもジャップルです、当チャンネルでは久々のプレデターフィギュアの紹介になります。今回は発売が少し延期していましたネカのアルティメットシリーズから、プレデターザプレイのフィアラルプレデターを開封レビューしていこうと思います。はい、ではまずはパッケージの方から見ていきます。ネカのアルティメットシリーズ、いつも通り見開きのウィンドウボックス仕様ですが、今回のね、フィアラルプレデタープレデターザプレイのロゴマークのみのボックスのジャケットということで、めちゃくちゃかっこいいですよね。超シンプル。毎回ね、このアルティメットシリーズ箱のデザインが本当にかっこいいんですけれども、今回もね、パッと見では中がどんな感じなのか全然予想もつかない感じが素晴らしいですね。なんか発売元の豆魚雷がプレデターの特設コーナーみたいなのを作ってるの SNS で見ましたが、このね、箱がブワーッと並んでてめちゃくちゃかっこよかったですね。そして見開きなので、開けるとこんな感じで中が確認できるようになっています。フィアラルプレデター、めちゃくちゃかっこいいですよね。2022年、去年公開した、配信のみで公開した新しいプレデターシリーズの映画がプレデターザプレイでしたが、そちらのメインのプレデターがこのフィアラルプレデター、今までのねプレデターたちとはちょっと外見が異なる雰囲気で、非常にねかっこいいですね。そしてフィギュアの方も、アルティメットシリーズということでかなり付属品が豊富で、パッと見だと何がついてるのかよくわからない感じで、情報量が多いので開けるの非常に楽しみですね。裏面はこんな感じになっています。しっかりと、アンマスクとマスクのヘッド再現できるようになっているみたいで、かなりね触るのが楽しみですね。ということで今から開封して中確認していきます。箱から出すと中はこんな感じになっています。本当にね、パンパンに詰まっていてね、すごく楽しそうな感じが伝わると思うんですけど、まずプレデター自体がすごく大きいので、本当に重量感があります。そしてこのたくさんの付属品、武器がバラバラになったね、状態になってたりするんですけれども、これを組み上げてつけていくような感じで遊びますが、さらにもう一個付属品の入れ物がありまして、ハンドパーツ。めっちゃいっぱいついてます、今回。4セットついてるのと、プラス、この、口のパーツですね、開閉を別パーツで再現できるようになっているので、ここに別の付属品ということで、かなりね付属品多いですね。でその付属品の付け方だったりとか、取扱説明書みたいの箱の、底面に書いてありました。ここにね一応説明が軽くですけれども載っているので、これを参考に組んでいく感じですね。ということで、とりあえず、フィギュアの方ね、今からパッケージから出して見ていきたいと思います。フィギュアの方出して付属品すべて並べるとこんな感じ。すごいね、付属品の数ですよね。紹介していくと、まず開いた盾と、こちらが閉じた状態の盾、そしてこれがブラスターですね。短い槍と、これが長い槍、分割された状態になっています。であとはブレード、爪のブレードが2本と、こちらはバックパックになりますね。であとはハンドパーツ4セットと口のパーツが2つといった感じで、このね豊富な付属品絡ませてフィギュアを見ていったらね、非常に面白そうだなという感じなので、今からフィギュア本体の方じっくり見ていきたいと思います。こちらがフィアラルプレデターですね。2022年、去年配信で公開された、プレデターシリーズの最新作の映画プレデターザプレイのメインのプレデターになります。めちゃくちゃかっこいいいいしね、最新作の、アルティメットシリーズネカ製ということで、めちゃくちゃハイクオリティ、もう余すところなく、フィアラルプレデターが再現されていると思います。このプレデターザプレイという作品は、本国アメリカだと Hulu で配信されまして、日本だとディズニープラスで見れるようになっていますが、ですね、このプレデターの見た目がまずね、今までのとはだいぶ違うなといった印象なんですけれども、舞台が1700年の地球ということで、日本は江戸時代ですよね。アメリカが舞台ですが、アメリカだとまだ、ネイティブアメリカン、原住民の人たちが暮らしているような世界で、そこに初めて地球に狩猟にやってきたのがこのフィアラルプレデターだったということで、今までのね、僕らがよく知るプレデターとはちょっと武装とか姿、だいぶコスチュームも、ね、違くなっているといった感じなんですけれども、
そこで、ネイティブアメリカのコマンチ族っていう、ね、非常に強い部族の、女性の戦士がこのフィアラルプレデターと戦うことになるといった話なんですけれども、僕個人としてはねプレデターシリーズ全て見ていますが、プレデター1作目に次ぐ面白さだったなと思うぐらい高評価でした。まあ世間でもかなり評価が高かった作品のようで、本当に正統派な感じで、やはりね一作目に近いシチュエーション、森のような場所で、あまり多くの武装を持たない人間と、プレデターが一騎打ちで戦うような形だったので非常に面白かったですね。こちらのフィアラルプレデター、やはり300年以上前のプレデターということで、だいぶね見た目が、僕らの知っているプレデターとは違いまして、まず髪の毛がこうサラサラヘアなんですよね。ドレッドっぽくないと。なのでプレデター自体もちょっとネイティブアメリカン風な感じだなと僕はね第一印象で思いました。顔のマスクも何かの骨のようなものでね作られているマスクになっていますし、そもそも服をねほぼ着ていない裸に近い状態なので、まあプレデターといったらあのメッシュの服みたいの着てますけど、ああいうのもなくてほぼ地肌になっていて、この腕の部分と前掛けと足に少しね着ているような感じで、プレデター自体も、原住民のような感じの格好をしていると。でもまあ他の惑星に行く技術とか持っているので、ちょっとその辺のバランスがよく分かりませんが、まあプレデター自体も300年経つにつれていろんな技術が発展したのかなっていうのを思わせるような、デザインのプレデターになっています。まず顔の造形がやはりね素晴らしいですよね。マスクの出来も素晴らしいんですけど、まず見たいのはこの髪、一本一本しっかり造形されていて、非常に柔らかい柔軟パーツになっているので、こんな感じでね動かしても、癖がついたりとか邪魔になったりしないようになっているのと、驚いたのがこの髪をめくってあげると、この首の付け根、背中の部分に体毛みたいなのが作られていて、これも柔軟パーツなんですけれども、こういった部分はね映画ではよくわからなかったので、あこうなっていたんだと思って結構気持ち悪いなと思ったんですけれども、こういった部分もしっかり造形で再現されていると。でそしてこのマスクですね、超絶にクオリティが高くて、塗装も非常にねしっかり施されていて、まあ、何の骨なのか分かりませんが、おそらく骨のようなもので作られたマスクがしっかり再現されていまして、もちろん、付け外し可能になっていまして、外すとこんな感じになります。見にくいプレデターの素顔が、しっかり再現されているのと、マスクの内側までしっかりねペイントされていて、そちらも再現されていると。素晴らしいですね。でこのプレデター、やはりねあの僕らが知ってる、1作目からのプレデターとちょっと違うような感じもしますよね。非常に面長な顔をしていまして、まあ、つぶらな瞳、その辺は一緒なんですけれども、やはり種族が違かったりとか種類が違うのかよく分かりません。それとも300年で進化していって変わったのかはちょっと分かりませんが、ちょっとね気持ち悪いんですよね。結構素顔は本当キモいなっていう感じの、デザインになっていますね。そして口のパーツが、付け外しできるようになっています。まず最初についているのはこの口が閉じたフェイスパーツになっていますので、これは引っ張れば簡単に外せますので、少し開いた状態のフェイスパーツをつけるとこんな感じになります。一気にプレデター感が出ますよね。やはりこう口を開いてね怒っているような表情、これぞプレデターといった感じになります。口の中も非常に細かく造形されて塗装されていますので、やはり素晴らしいですね。でさらにこのプレデターの特徴の一つは、この口を開いた状態でもちゃんとマスクがつけれるといった感じ、これがねすごくかっこいいですよね。横から見た雰囲気もめちゃめちゃかっこいい。このマスクのフィット感がめちゃくちゃ素晴らしいです。ここはねぜひ触っていただきたい部分なんですけれども、やっぱり今までのプレデターってマスクをしてるか外すかっていうところで、フェイスオフの状態で口のパーツを変えたりしていましたので、こうマスクをつけた状態で口の表情だけ変えれるっていうのが斬新で、まあ、フィアラルプレデター独特のポイントが高い部分なのかなと思いました。でさらにもう一つフェイスパーツがついています。もう一つのフェイスパーツはこちらですね。口を大きく開いた状態、これはねマジで恐ろしいですね。もうブチ切れてるような感じに見えますが、これすごいですね。またそして口の中の造形と塗装のクオリティの高さ、超絶にリアルなので本当に恐ろしい。なんかこのちょっと蛍光ピンクっぽい色合いが嫌ですよね。なんか怖いな、怖いし気持ち悪いっていう、
素晴らしいと思います。そしてこちらももちろんこの状態でこのマスクをつけることができるので、これかっこいいっすよね。めちゃくちゃかっこいい。これね、すごいプレデター感が増しますので、この状態で飾ってもいいかなっていう感じのかっこよさ、僕はかなりこれ気に入っていますね。でここからはちょっとね、いろんな、付属品武器等をね、絡ませて見ていきたいと思います。武装ですが、まずは、右手のこのガントレットの部分にこのクロウをつけることができます。まあ、こちらは差し込むだけなんですけど、結構ね穴が渋かったので、まあ、ちょっとね繊細なパーツなので折れたりとかは注意しながら、差し込んでいただきたい部分ですけど、やはりねこれがつくだけでだいぶ雰囲気変わってめちゃくちゃかっこいいです。あとハンドパーツを握り拳のハンドパーツに今変えました。で、左手の方はシールドをつけれるようになっていまして、開く、劇中だとね開くギミックのついたシールドでしたが、まず閉じた状態で今ここにつけています。これも差し込むだけで簡単につけることができるようになります。まあ、シンプルながらもね、武装をつけるだけでやはりかっこよくなりますね。続いて開いた状態のシールド、これも先ほどと同じ部分に差し込むだけで装着することができますが、これがかっこいいですよね。ちょっと中世の戦士っぽい雰囲気になりますので、まあ、今までのプレデターにはなかった武装といった面でこれがね非常に、面白いなと思いました。こう先ほどの閉じた状態から劇中だとバババッと開くような感じになってて、ね、非常にかっこよかったです。で、右手を武器の握り手に変えて、この短い状態の先ほどの槍を持たせています。かっこいいですね。続いて背中になりますが、付属品説明の際に言い忘れましたけど、この小さい S 字フックが2つ付属していまして、それを使うことでこんな感じでこの畳んだ状態の槍を腰に装備することができるようになっています。まあ、ただ引っ掛けているだけなんですけど、まあ、これもなかなか面白いですが、まあ、かなり小さいパーツなんでちょっと紛失だけ気をつけた方が良さそうなのと、このロールの部分に引っ掛けてるだけなので、ちょっとね腰を回すとかなり干渉しますので、まあ、ポージングしたり遊ぶ際はちょっと邪魔になる可能性があるなと思いました。続いてこちらのバックパック、最初こうつける部分が何もないと思ったんですけど、なんとねこちら背中にマグネット仕込んであって、こんな感じで磁石で磁力でつくようになっています。これはねなかなか面白いですよね。外した際に造形が損なわれなくなっているので、なかなか素晴らしいなと思いました。でこのバックパックに関しては結構磁力強めなので、まあ、つけといても全然落ちる気配はないです。そしてもう一つ、今回のプレデターは肩にランチャーみたいなのはついてなくて、この手持ちのブラスターが主力の武器になっていましたが、こちらもね背中につけている描写がありまして、フィギュアの方も同じく磁石でくっつくような感じになっているんですけど、まあ、多分ね雰囲気的にはこんな感じでつくのかなと。この丸い部分に磁石が入ってるっぽくて、背中はこの辺に磁石が入ってるようなので、まあ、つけるしっくりくるのはここら辺の位置なんですけど、なんかこうフィアラルプレデターって劇中だとこんな感じでついてたような気がしたんですね。ちょっとこう持ち手が見えて、まあガンダムのビームサーベルみたいな感じでこうちょっと見えるのがかっこいいなと思ったんですけど、どうもフィギュアの方ねこの辺の位置になってしまって若干しっくりこないなと思いました。反対向きだとちょっと反発して上の方に逃げるので、もうちょい上でつけれたんですけど、あこんな感じか。ちょっとね保持力弱くてこれ絶対落ちるんですよね。なので、まあ、こういった磁石1個つけてあげて磁力をアップすればかなり、保持力は強くなるので、まあ、飾っとく際とかこういう風にした方が落ちたりなくしたりはしにくいかなと思います。こういうのつけてうまい具合に調整してあげるとこんな感じで結構上の部分でつけて見える状態になってかっこいいかなと思うんですけど、まあ磁石もうちょいちっちゃいのがあったら見えなくできると思うんで、まあこんな感じでもいいかなと思います。そしてこの銃はもちろん手に持たせることもできます。まあ銃の持ち手がついていますので、まあ左手でこんな感じで装備すると非常にかっこいいですね。まあ今までのプレデターはねこういった武器はなかったので、まあフィアラルプレデター独特な感じがいいんじゃないかなと思います。武器最後はこちらの長い槍ですね。これめちゃくちゃかっこいいですね。超でかい。
まあ、2分割されてますので、まあ、簡単につなぎ合わせることができるので、持たせるとこんな感じになります。そして分割した状態で、両手を、持ち手のハンドパーツにすればね、両手で構えたりとかもできますので、いろんな使い方ができるんじゃないかなと思います。ちょっとねハンドパーツはかなりいっぱいあって多彩なので、省きますが、まあ、あの武器を持ったりするのには十分すぎるほどの、ね、ハンドパーツが揃っています。可動範囲ですが、まず頭、首の付け根とこの頭の部分に可動がボールジョイントが入ってますので、こう一番この口を、ね、開けた状態のパーツでもしっかり下も向けるし上も向けるしといった感じで広い可動範囲備わっていると思います。肩の可動、腕もね非常に優秀、しっかり開けますね。ここにロールが入っているのと、肘は二重関節でグッと曲がるようになっているのと、あと手首の可動で、胸がねちょっと残念というかあまり動かなくて、一応胸の部分と腰に、ロールボールジョイント入ってますが、あんまりね前かがみができない、苦手なんですよね。まあ、これは多分他のプレデターシリーズもね同様な感じなのでしょうがないのかなと思いますが、どうしてもねフィアラルプレデター野生的な戦い方でちょっとこう前かがみになって敵を睨みつけるようなポーズがねできると似合うかなと思っていたんですけど、ちょっとそれはなかなか難しいかなと思います。で足は、まあ平均的な可動ですね。しっかりこう股の部分も動きますし、膝も二重関節で、足首の可動で、つま先は可動はなしといった感じで、服装がやっぱこう裸に近い感じで干渉するものがあまりないので、今までのプレデターシリーズと同様の可動域ですが、フィアラルの方がまだ、動かしやすいかなといった印象は受けますね。フィアラルプレデターと他のプレデターフィギュア比べるとこんな感じになります。すべてネカのアルティメットシリーズになりますが、こちらがプレデター1作目のジャングルハンターで、こちらがプレデター2のシティハンタープレデターですね。ネカのアルティメットシリーズはすべて7インチ規格になっているんですけれども、プレデター自体が人間キャラクターよりも大きな設定になっているので、だいたいねセンチで言うと20センチぐらいの大きさはあるので、だいたい8インチのフィギュアになります。でフィアラルプレデター箱から出した時点でかなり大きいイメージがあったんですけど、実際並べてみてもね大きいですよね。ポージングの関係と、あとちょっと設置性が悪くて、今ネカの透明なスタンド使ってるのでちょっと厚みがあるかなと思うんですけど、それをプラスしても結構フィアラルサイズ感が大きくて、測るとだいたい22センチから23センチぐらいの大きさはありますので、9インチぐらいのサイズになっています。なのでね、他のプレデターとやっぱ見た目もだいぶ違いますし、大きさも違くて並べると、ね、めちゃくちゃ強そうで怖いっていう印象があるかなと思います。まあ、実際ね戦ったらどういう勝負になるのか、まあ、武装も違いますしね、気になるところですね。フィギュア自体はめちゃくちゃかっこいいです。続いて人間キャラクターとエイリアンと一緒に並べるとこんな感じになります。こちらはアルティメットシリーズではありませんが、ネカのプレデターシリーズのダッチシュワちゃんですね。でこちらはアルティメットシリーズエイリアン1のビッグチャップということで、エイリアンはプレデターよりちょっと大きい設定になっているんですけれども、フィアラルで並べると大体同じぐらいということで結構でかいのがわかると思います。そしてね人間キャラクターとの差ですね。こちらのシュワちゃんダッチは、ネカの平均的な7インチサイズの男性キャラクターのフィギュアと同等サイズになりますので、このぐらいのね差があるっていうのはね非常に怖いですよね。物語の方ではコマンチ族の女性のナルっていう子が、このねフィアラルと戦ってたんでめちゃくちゃ怖かったんじゃないかなと思いますが、できたらねナルもアルティメットシリーズとかでね出してほしいなと思いますね。非常にかっこよかったので、まあ、愛犬の、サリーっていう犬が出てきたので、そういうのとセットとかでも面白いんじゃないかなと期待してます。はい、ということで今回は、ネカのアルティメットシリーズから映画プレデター・ザ・プレイのフィアラル・プレデターを紹介していきましたが、本当に期待を裏切らないネカクオリティですね。めちゃくちゃ出来が良くてかっこいいフィギュアでした。本当に買ってよかったなと思います。発売もね少しだけ延期したので、まあ、その分期待値も高まってね届いたんですけれども、いや大満足ですね。めちゃくちゃかっこいいです。そして映画の方もねプレデター・ザ・プレイめっちゃ面白いので、まあ、もしまだ見ていない方とかね、ディズニープラスで国内だと配信してますので、ぜひご覧になってみてください。12月にブルーレイの発売も決まってますので、
そのプレデター・ザ・プレイの続編っていうのはまだ何の情報もないんですけれども、もしかしたらねブルーレイの発売とかもありますので、今後何かしら動きがあるんじゃないかなと少し僕も期待してますので、ね、来年あたり何か情報が出てくればなと思っております。で、まあネカの、プレデターフィギュアね、僕もそんなにたくさん持ってるわけじゃないんですけども、まあ、こうやって気になったやつだけちょこちょこ買っていまして、ずっと狙ってるのがね、エイリアン VS プレデターのスカープレデターをずっと探してて、なかなか巡り合わないんですけれども、同じシリーズのグリッドエイリアンを未開封で持ってるので、まあ、そのプレデターゲットした際はね、また、動画の方で紹介したいなと思っております。まあその他もいろいろね、ゲットしたりしたらまた、来年にはなるかと思いますが、プレデター、エイリアンフィギュアレビューしていきますので、今後もぜひご覧になっていただければと思います。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。ジャップルでした。